えっと昨日大野上司の給食内問題についてコメントをいただきありがとうございます私も優秀な高島市長率いる福岡市に引っ越したいの山上ですが諸事情あり引っ越せませんお弁当を毎朝作ったことないだろう市長や市役所の役に市議会を貸す方法としてどのような切り口で進めるのが良いと思われますかえっ、ー、とですねあの議員さん動かすには結局票を集めるかお金を持っていくかのどちらかになるんですよ そのこれだけ困っている人がいっぱいいます例えばじゃあそのなんか署名で1000人の署名を集めますってなるとじゃあ今度の選挙の時に これをそのなんか議題にして議会に持ってきますって言ったらこの1000人が俺に投票してくれるかも私に投票してくれるのもかもっていうのでその期待をしてじゃあその,あの提案乗りますよみたいな政治家がいるのでなんで数でいくかもしくはもう単純に献金してあのこれ通してくれたらさらに500万出すので今500万持ってきましたみたいなのでいくので金か票のどっちかですあの残念ながら正義とかで物事が進むのであればもう進んでます <laughs> 要はそのどちらが例えばあの夫婦別姓問題とかもそうなんですけどそのなんか夫婦別姓の方がいいよねという派閥と夫婦別姓なんて良くないよねと思ってる派閥がいますと。でどちらもどちらの正義がって言ってるんだと思うんですよ。そのなんか別にあの えっと、あその同性の夫婦の名前を今から変えてくださいって言ってるわけではありません。なので夫婦同性にしたい人はどうぞ同性のままで良いですよと。でも私たちは別姓がいいですっていう人は別姓でいいんじゃねえの っていうガバの論理とでもその夫婦別姓というのを進めてしまうとその姓というもの,その西村だったりっていうのをこう引き継ぐっていうそのなんかあの日本が代々続いている戸籍制度自体が壊れてしまうので戸籍制度が壊れてしまうことによってその家族とか先祖というつながりとかがわからなくなってしまうからそういうなんか古き良き日本の文化がなくなってしまうのではないかみたいに考える人もいるみたいなのでそれとどっちが正解とかどっちが合理的に正しいとかではないんですよ。 なので、なので、どっちが正しいかで決まらない場合は、もう、あの、これぐらい、その、なんか、票が取れますよか、金かっていう二択になるので、なので、基本的には、お金がないとか、その、それを支持してくれる人数がいないというのは、なかなか通らないんじゃないかなと思いますけど。まあ、ただ、その、旦那のせいは残るけど、奥さんのせいが残らないっていうので、なんか、結局、その、あの、おどっちかのせいにするというシステムをしていく限り、あの、性の多様性はどんどん失われてしまうんですよね。 そのすごく珍しい名字の例えばじゃあ、えー、白鳥が珍しい名字だとしてで白鳥さんんが女の子ししか生まれまれせんでしたで。その場合その白鳥さんが佐藤さんという男性と結婚したらもうその日本から白鳥という名字はなくなってしまうんですよ。 なのでそのいろいろな名前がある多様性があった方がいいよねっていうのであればその,その妻の名前のほぼ残るとかどっちかも残るって形しないとま例えばじゃ佐藤と白鳥だったら白鳥取ればいいじゃんみたいな話だとしてじゃあ例えばその甲羅方っていう名前とその白鳥っていう名前の人が結婚しましたってなるとどっちも珍しい名前なんだけどどっちか潰さなきゃいけなくなっちゃうんですよ。なので両方残した方がいいんじゃねっていうのであれば夫婦別姓の方がいいんじゃねってなるんですけど。 で韓国とかキムさんが確か20%ぐらいなのか25%がキムさんとかなのでそのもうそのまあ性が統一しすぎちゃうと結局そこら中キムさんだらけになっちゃうんですよね。なのでなんか僕はそのなんかいろんな名字があった方が生じゃなくて名字か。 いやその高梨さんみたいなな、なんか面白い苗字とかがあった方が、なんか日本って面白いよねっていうところがあるので、なので、なんかこう苗字がどんどんこう減ってしまう構造にするのはどうなのかなという僕、僕は僕はしてますけど、とはいえ僕西村なんで、超どうでもいいっていう。